はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、ツアーモードやろうと思います。ファイブスイッチ、電車乗んでもいい、まあこれでいいか、これでいこうか。5回ポイントスイッチ、ん？5スイッチャーズだから5回線路変更して1になりなさいってわけ。これは第1弾の東北路線ですね。東北地方の路線で使われてる、あら、路線ですね。達成しないんだよね。あら、って言ってるそばから脱線してるし、行ってみよう。まあせっかくいい感じなんだ、もったいない。遅くスタートしたが構想して1位になったこともありますから、
てどうだ。どうだ。ああ2位か。わずかな差だったね。やっぱり早めにあそこは進路変更しといた方がよかったの。早いね。なんか。遅いだけか、この電車が。最終地だと楽なんだよね。でもなかなか。で、トンネルか。クリア。電車もらえる。ああ、こういう電車はもらえる。ブルートレイン。スウェーデンの電車ですよね。個性的な電車が走ってますからね。最初最下位だと。ああ猫だかウサギだか。だけど、まあ、うまくポイント線路がいいところにあったかな。まあ、下り坂ですね。トンネル、まあ、トンネルの中はまあ脱線しないからいいけど、
まあこういった感じですね。でセーブツアーモードでデータを記録セーブするときはオプションからセーブしなきゃいけないと。セーブですね。で上書き、まあ、こうしないとダメみたい。はい、といったところでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。